神父さん、風太郎くんのことどう思う？一言で言えば風太郎はめんどくさい。全員新婚旅行についてくるって言い出すからプランを練るのも一苦労だ。私たち五つ子をなんだと。すごく素敵なところ。一花と二花はどんどん先に行っちゃうし。ごめん、つい思い出しちゃった。風太郎くんには難しかったかな。今の子は分かんないわよ。どういう状況？昨日の件、やっぱり上杉くんに相談したらどうかな。風太郎、感じなかったかい？みんな何か悩みを抱えているような様子を。せっかくの相談だし力になりたいわ。私が通訳するからもう一度伝えて。どうしようもなくなったら教えて。それじゃあ久々に五つ子ちゃん入れ替わり大作戦。嫌な予感がするわ。ハウディ。お前らが新たな生活で壁にぶつかっているのは知っている。一人では足りないことも五人分の力が合わされば叶えられるはずだ。自分に嘘をついちゃダメです。思いを素直に伝えるんだ。五つ子マジック恐るべしだな。同じことの繰り返し。そんな日あることで嘘ばかり重ねてく。怖い笑いも聞き飽きた。これから